主様たちの快挙の知らせが届きました。ええ、今朝聞きましたわ。その割には落ち着いてらっしゃいますね。初陣での大勝利ですよ。領主の妻たる者、一つの戦に大げさに一喜一憂してそうですね、取り乱してしまい申し訳ございません。失礼いたします。そういえばアリシア様、Caught you red-handed. サムク城攻略までの数週間、誠に大義であった。本来ならすぐに次の戦場であるベルツドへ立つべきだが、今日までの戦続きで皆も疲労しているであろう。補給も兼ねて3日間の休みを与える。皆一時体を休めてくれ。休暇ですって。みんなでサムクの街を見て回りませんか。エクサの後の酒はうまいね。それよりまずうまいもの食いたいな。僕は図書館にこもりたい。それぞれ休暇を過ごしましょう。あ、リッツさんも休んでて大丈夫ですよ。兵士の皆さんも大勢周りにいるので安全ですし。いえ、久々にアルス様と一緒にいられるのです。おそばにいさせてください。あー、じゃあ一緒に行きましょう。はい。 It's day one. Alright, this one's called Evolution. God damn, Charlotte! Just throwing them back! This nigga Roswell. Just give me more books!こうやって街を歩くと、二人だけだった頃を思い出しますね。Right. 今では家臣も増えて、戦にも出て、ランベルクが強い領地になってきて、すごく嬉しいです。本当にそうですね。この街の皆さんもお強いです。戦争があったばかりなのに、すごく生き生きしてて、この人たちが心から安心して暮らせるように、早く戦を終えたいですね。はい。何でしょう、あの人だかりは。敵屋ですね。はっ、 A fucking flying machine. Like, is that a blimp? Nigga made a drone. I'm weak. No.いや、これだけやない。こっちもわしが腕によりをかけた傑作。風の魔力石で動く摩訶不思議な人形や。お、はあ、He's an inventor. ただ動くだけの人形だろ。何の役に立つの。何やと。子供のおもちゃですね。これおいくらですか。お、坊主ちっこいのに見る目あるな。特別価格金貨3ゴールド買います。アリス様落ち着いてください。金貨3枚ですよ。小麦が1年分買える金額です。いえ、見てくださいリーツさん、確かに値段は高いけど、魔法で動くにしてもちゃんと設計してかなり精巧に作ってあります。おもちゃといえば積み木とかボールが普通のこの時代に、これはすごい技術ですよ。それはそうですが、もしかしてこの人すごい技術者なのかも。お、なんや。 His eyes can't see nothing. It works on Ritz. オルス。で、買うんか、買わへんのか。お、買いますからちょっと待っててください。何だったんだ今の。よし、みんな集まったな。ではこれから
So that's what the episode title means, evolution. It's talking about his powers, I'm guessing. ベルツドとアルカンテスを抑えている。人口の多いベルツドは我々の快進撃を見て準備も周到にしているはず。確実に今までで一番激しい戦いになる。一瞬の油断が命取りになるだろう。とはいえベルツドを奪取できればパワーバランスは一気に変わる。この戦いで勝敗が決まるのだ。クラン様、ベルツドは豪雪地帯、敵陣営で冬を越すことになれば身動きが取れず危険です。冬を迎える前にベルツドを落とすため進行の速度を上げるべきかと。ああ、そこで部隊を二分しようと思う。一方の部隊はベルツドを守る最大の城スターツ城、そしてもう一方はその北西にあるロルト城に攻め入るのだ。この二つを抑えた後ベルツドに進行する。ルメイル、アルス、ロルト城はお前たちに任せる。Oh, okay. 僕らが攻め込むロルト城の周りには複数の砦があります。まずはこれらを抑えるべきですが、力で攻めるよりも省略できるに越したことはありません。まずは彼らとの会話の機会を設けましょう。という作戦でしたが、全部お断りの返信だな。階段にすら応じないなら、まして降伏なんかしないでしょうね。しかし、これだけの数の砦を制圧するとなると。ロルト城は戦略上重要な場所。バサマーク様も統制に力を入れているのだろう。攻め入るしかないな。いつ新たな書状が届きました。まだ返事をもらってないところがありましたか。え、階段に応じますって。ただし条件として死者にはそれなりの地位のものをよこすようにと。バルドセントリで竜パ殿が指揮しているところではないか。お知り合いなのですか。いや、だがクラン様が最後まで敵陣営から引き抜こうとしていた名将。頭が切れて指揮官としての人望もある。実力で言えば軍長になってもおかしくない人材だ。そんなすごい人なのですね。私も一度お会いしてみたかった。もし協力を得られれば非常に頼りになるだろうな。では階段にはルメール様が行かれますか。いや、クラン様の声にも耳を貸さなかった方だ。私などでは説得は無理だろう。だがお主は無謀と言われた帝都での交渉を成功させた。あれはリシアさんのおかげで。アルス、 It's time for you, bro. It's your turn. どうしたの？His eye. アルス様、寒くの街でも目の調子が悪そうでしたが、大丈夫ですか？クラン様陣営の交渉者か。バサマーク様からこの砦を任されているユーパルーズトンだ。アルスローベントです。この度は会談に応じてくださり感謝申し上げます。応接室まで案内する。ついてきてくれ。That he just gives off Robb Stark energy to me. I don't know why. いざとなればアルス様だけでも守ります。アルス様、ちょっと大丈夫？おい、his eye。緊張のあまりつい足元が。大丈夫です。What is that? Oh, it's that thing from earlier. What is that?The bird's moving? I don't think that's supposed to happen. これは何だ？サムクの町で買ったからくり人形です。子供のおもちゃですが。最近はこのようなものまであるのか。
しければ差し上げます。いや、いらぬ。お返しする。あ、はい。鑑定。Why is his appraisal not working? アルス様、大丈夫です。There you go. Oh! いや、なんだこれ。今までこの情報出なかったのに。帝国歴180年4月9日。He knows lineage now. 長男として誕生。面倒見のいい性格。And his personality traits? He's married. なんだこれ。ただの経歴。He can see that deep in someone's background now? 妻がいるって言うけど、とても女性がいる砦には思えないな。貴様、さっきから何を探ってる？いえ、素敵な城だなと思って。こちらの部屋で少しお待ちいただきたい。アルス様、リューパ様の能力値は見ましたか？はい、やはり名将と言われるだけあって全体的に高かったです。なるほど、何か弱点があればそこを突きたかったのですが。まあ話してみないと分かんないし、気楽に行こうよ。あ、そうだ、実は僕の鑑定スキルが新しくな、あれは面倒見のいい性格、妻がいる。書状が届いたのは一番最後だった。まさか。おお、アルス様、早速交渉を始めよう。言っておくが、こちらが少しでも不利になる要求は断じて飲めない。その前に、ロルト城にいる奥様はお元気ですか？おー、That nigga's eye is so fucking good now! 貴様、なぜそのこと？アレス様！ You can't do nothing right now. リューパ様、あなた方は階段など建前で、本当は最初から私たちを殺すつもりだったのではないですか？悪者、そんなこと。不思議でした。あなたには奥様がいるのに、この砦には女性が住んでいる気配がない。ではどこにいるのか。奥様は人質としてロルト城に囚われているのではありませんか？ノー。なるほどね。この砦をあんたに死守させるために。はい、砦を捨ててこちらに寝返れば、人質である奥様は殺される。なので階段は関係なく、あなたたちはここで私たちと戦うしかない。This little kid is smart as fuck, bro. 他の砦も同じ状況なのではないですか？こちらの石膏の情報では、この砦にロルト城から増援が来ている様子はありませんでした。死守せよと言っておきながら、ロルト城の主はここを守りきれないと思っている。つまりあなた方はもう見放されているのではないですか？そんな奴らに従う義理なんてないけど、人質のために裏切ることもできないってわけか。辛いね。かといって増援が来ない以上、まともに戦っても勝つことはできません。それならせめて敵将の一人でも倒して成果を残さなければならない。階段と見せかけて私をおびき出し殺せば手柄になる。報復として砦は全滅しますが、名誉は守られ、人質の奥様も殺されずに済みます。This nigga smart as fuck, bro. それなりの地位のものを。This nigga smart as fuck, bro. しかし、それならなぜすぐに私たちを殺さないのですか？それは判断に迷っているからです。奥様のお腹にお子様がいるのですよね。裏切れば奥様は殺される。ここで私たちと戦えば、あなたは死んで子供に会うことはできない。どちらかしか道はないのに、どちらも選びきれない。その迷いが書状の返信を遅らせたのではないですか？ Indeed. It was.
私は幾度も戦を経験した。その上での勘だが、この砦は見捨てられている。私たちはこの戦いで死ぬだろう。とはいえ、全力で戦うことに変わりはない。そのために死ぬ覚悟もできている。だが一つだけ、一度でいい、父としてこの手で我が子を抱いてみたい。うん。リューパ様、あなたはクラン様が欲するほどの名将と聞きました。あなたの力を借りたいのです。なので私たちがロルト城に潜入し、奥様を救出します。 There you fucking go! Let him go save your wife, you come over! 奥様を保護し、お子さんにも会うことができます。そんなことできるわけが。救出に失敗したら、この首をあなたに差し出します。でも、もし救出に成功したら、協力してほしいのです。私たちにチャンスをいただけませんか。 Talk that shit!Please. Fuck yeah, dude. 本当に必要だったのか。女どもを人質に取るなど。一番効率的な方法を取っただけさ。砦の連中がやる気になるようにね。